原始微生物生態系と暗い太陽のパラドックス。暗い太陽のパラドックスは、二酸化炭素とメタンの組み合わせで理解することができそうなことが分かりました。しかし本当に高いメタン濃度が実現されていたのかはまだ検証されてはいません。メタンはメタン菌の活動によって生産されていますが、その原材料は有機物です。光合成による基礎生産によって作られた有機物はさまざまな酸化剤によって分解されますが、最終段階ではメタン発酵が生じてメタンが生産されます。ということは太古代の基礎生産はどのくらいの大きさだったのかということが問題になります。現在と比べて太古代の基礎生産は小さかったと考えられますが、作られる有機物が少なすぎればメタンの生産も少なくなり、大気メタン濃度も低いレベルになってしまうからです。現在と同様に太古代においても基礎生産の大部分は光合成生物によって担われていたと考えられています。ただし当時の光合成を担っていたのは光合成細菌と呼ばれる光合成を行うバクテリアで、酸素を発生しない酸素非発生型の光合成が行われていました。現在の主な光合成生物、藻類や陸上植物などの真核生物は水を電子共用体として利用して二酸化炭素を固定し、酸素を副産物として排出しています。しかし光合成細菌は水の代わりに水素や鉄、硫化水素などを電子共用体として利用します。水は無尽蔵にありますが、水素や鉄、硫化水素の量はごく限られており、それらの供給率が基礎生産の立足要因、光合成や成長などの速度が制限される原因になると考えられます。例えば大気中の水素濃度は低いため、水素を利用する水素質化光合成細菌の基礎生産を推定すると、その分解によるメタンの生産量は全く足りないことが分かります。鉄を利用する鉄酸化光合成細菌の基礎生産についても同様です。そもそも両者の基礎生産を足したとしてもメタンの生産量は全く足りないのです。最近私たちの研究グループはこれら2種類の光合成細菌が共存するような微生物生態系を想定し、理論モデルを用いてこの問題を検討してみました。その結果、生産されるメタンの量が非線形的に増大することが分かり、結果的に高い大気中のメタン濃度が実現されることが明らかになりました。これは大気上層における太陽紫外線によって生じる光化学反応系の複雑な振る舞いによるものなのですが、 1+1 が2ではなく10になるような変化が生じるということです。光合成細菌の異なる種は異なる電子共用体を利用しますから、共存は十分に可能なはずです。つまりもし太古代において複雑な微生物生態系が成立していたとしたら、高い大気中のメタン濃度が実現可能であるということが分かったのです。前述のように地球環境の安定化はあくまでもウォーカーフィードバックが担っているのですが、微生物生態系が太古代の気候形成に深く関与していたのだとすれば、地球環境と生物活動の関係という意味において大変興味深い事象であるように思います。補足。太古代には多様化が進んで、古細菌と新生細菌の門の多くが出揃ったと考えられている。最古の生命化石が見つかったノースボールの地層は、35億年前の熱水活動が活発で温度の高い中央海嶺であったと推察されている。27億年前頃からシアノバクテリアが出現し、広範囲に生息した。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。